2017 2月道玄坂カフェ日本酒オフ会2回目2本目絞りたてさっきは自家組と絞りたてって何が違うんですか？味わってください。はい、自家組は自家に組んだんでしょ、絞りたては絞りたてでしょ。そうです、そのまま。あ、え、なんかこっちの方がなんか香りがこっちの方が強い気がする。うん、なんか本当にフルーツみたいな匂いしますね。あ、これどっちも飲みやすいな。あ、美味しい。こっちもこっちもうまい。美味しい、どっちもうまい。あ、美味しい。こっちの方が味が強いですね。なんか酸味も香り、甘みもこっちの方がフルーティーな感じ。すごくフルーティー。本当に美味しい。めっちゃ女子好きでしょこれ。こっちも好きだと思うけど、こっちなんか甘みも酸味もあるからすごいなんか女子受け抜群な。で、どっちも好き。アルコール分16度以上17度未満山形。時間の価値にはちょっと、あ、確かに確かに物足りないかも。山形県産有機栽培米 100% 塩精米歩合 50%。 同じ 50% でこんなに違うんだな。飲み比べるとちゃった。どっちも美味しい。やばい、今日は私的当たりですね。めちゃくちゃ美味しい。やばい、これはもう今日はヘベレ。ああ。ウコン飲んでない今日、やばい。ちょっと次、これ終わったらウコン買ってきていいですか？死んじゃうから。ウコン飲まないと死んじゃう。え、調べた方がいい？これめちゃめちゃうまいで。女の子に飲ましたら絶対女受けいいで。あ、これ。今日だって特別店いっぱいあるね。あ、いっぱいあるんだ。え、これな。タテノが絞りたてね。タテノ皮絞りたて。お、ここ一発で出るな。28BY より塩米を全量契約農家にて有機栽培された無化学肥料無農薬米に切り替えました。すごいね、すごいこだわりがすごい。自然の力を受けより安全で安心な環境下でたくましく育つお米の良さを最大限に引き出し、ふくよかで奥行きのある味わいを目指しました。癖のない上品な甘さは女性の方はもちろん老若男女全ての方に味わっていただきたいおすすめの一品です。日本酒度はマイナス3、酸度 1.5、アミノ酸度 1.0、 塩酵母は山形 KA ですって。さっきのよりやや甘口な感じかな。おいしい、とっても。うまい、今日うまい。今日大変私好み。食べよう。もっと調べた方がいいですか？何でか分かんないけど。いや大丈夫ですよ。そんなもんでも。今日いいな、美味しいな。飲みすぎちゃいますね。人数大したことないけど、もうあれに減ってるもん。すごいな、やっぱり美味しいんだ。めっちゃ減ってる。入れる回数はいっぱいいっぱいが多いんだ。うんうん。絞りたてのフレッシュなお酒を風味そのままに瓶詰めいたしました。薄濁りのお酒をひとたび口にすくむとピチピチとした微発泡が舌を楽しませます。最初の風分けの時はガスが少し溜まっています。日本酒度もマイナスで甘みの強いお酒に仕上げていますので、フルーティーな香りとともに
ほのかな甘さが広がります。癖のない上品な甘さは女性の方はもちろん老若男女同じことだな。飲み頃温度は冷たく冷やしてデザートタイプのお酒です。ほんとそう、デザートって感じ、超美味しい。甘くて飲みやすい。デザート酒って書いてありました。うまい、美味しい。これどっちも美味しいな、やばいな。ウコンの飲まな死んでしまうな。はい、告知は、告知はじゃあ3月24日にスマイルスパークにコントで初出場します。それをぜひ見に来てほしいです。あとはブログ、ツイッター等チェックしてください。リンク、あ、ここにリンクないんだ。アットサチコアンダーバーホンダでツイッターやってます。動画にリンク貼っておきます。はい、そこにはあんまりいないので、あの常に追配として、あの常駐しているアカウントが目線女子アンダーアイっていうアカウントにいますので、よかったら絡んできてください。だいたいいます。じゃあ、はい、あれ、あ、道玄坂カフェの企画2つ、うん、企画読み飲みは3月10日に読み飲みっていう朗読会、朗読劇のイベントに出ます。それぞれね、参加者とかも募集してるので、はい、この日本紹介バラエティもよかったら誰か女の子、はい、ぜひ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 一緒に飲みましょう。いいよ、美味しいよ、めちゃくちゃ。スキド数を片手で表してください。せーの、ポン。まあそういうことでしょうな、うん、最高最高、今日1本目2本目最高。わかりました、タイトルコールいって終わりにしましょうか。2017 2月道玄坂カフェ日本酒オフ会2回目2本目でした。続きます。